皆さんこんにちは。報徳学院学習ブログのトシです。中学2年生の英文法、今回は不定詞の形容詞用法について説明します。不定詞 to プラス動詞の原型の形ですね。この不定詞で何々すべきとか何々するためのという意味で、その不定詞の前にある名詞を説明する使い方、これを不定詞の形容詞用法、こんなふうに呼びます。では具体的に例を使って説明していきますね。食べ物と言いたいときね、まず something と書きます。その後ろに食べるという動詞に to をつけて、食べるは eat ですから to をつけて to eat、 こうすると食べるためのものと、ね、不定詞が前の something を説明して、もの、something もの、どんな、食べるための、こういう使い方が形容詞用語なんですね。ここでは something to eat で、食べるためのもの、食べるためのものですから食べ物という意味の英語になります。飲み物も同じです。 something 後ろに飲むという drink に to をつけて something to drink、飲むためのもの、飲むためのものですから飲み物という意味の英語ができますね。3つ目はすべき仕事、しなくてはいけない仕事、まず work 仕事って書いて、どんな仕事かを不定詞で付け加えます。すべきですからするというのは do ですね。 do に to をつけて to do とすると work to do、 work to do でしなくてはいけない仕事、すべき仕事という意味の英語になります。では文章の中でどんな風になっているのか見ていきましょう。例の2です。私たちは学ぶべきことがたくさんあります。こういう意味の日本語と同じ、ほぼ同じ意味の英語を作りたいと。まず We have many things、私たちにはたくさんのことがあります。こういう英文が来て、その後ろに学ぶべき、ね、何々すべきという部分が付け加える形になります。学ぶは learn ですから、これに to をつけて We have many things to learn、 これで私たちは学ぶべきことがたくさんあります。学ぶべきたくさんのこと、ね、があると、ね、We have many things to learn という英文になるんですね。2つ目、私は朝食を食べる時間がありませんでした。朝食を食べる時間というのは朝食を食べるための時間です ね。ここの部分、朝食を食べるためのという部分が不定詞になります。最初に I had no time、 私には時間がありませんでした、どんな時間がというのを不定詞で付け加えます。食べる時間ですから to eat、 何を食べるかというと朝食ですから breakfast、 I had no time to eat breakfast、 I had no time to eat breakfast、 これで私には朝食を食べる時間がありませんでしたという英文になりますね。では例の3では、不定詞が入った文章の意味の取り方について説明します。1つ目、 Do you have a book to read in the train? Do you have a book to read in the train? こういう英文の意味を取りたいときですね。不定詞の前に線を引いてください。こうですね。そして不定詞の前と後ろでまず分けて意味を考えます。最初の部分は Do you have a book? Do you have a book? あなたは本を持っていますかですね。本を持っていますか。
どんな本かというと、to read、読むための本、in the train、電車の中でと。ね。つまり電車内で、読むためのと。意味を取る場合、英文の意味を取る場合は、これを日本語の語順に直す必要はありません。あなたは本を持っていますか？電車の中で読むためにとか、読むためのという。これで意味は分かりますよね。ですからそれはそのままでいいんですね。ただ、テストの場合は、日本語に訳しましょうというのがありますよね。その場合は、この取った意味を日本語の語順に変えます。こうなりますね。あなたは、電車内で読むための本を持っていますかと。こうですね。これは日本語に訳しなさいという問題の時の答えになりますね。じゃあもう一問いきましょう。He doesn't have homework to do today. He doesn't have homework to do today. これも不定詞の前の部分というの前に線を引いて、前と後ろに分けて意味を考えていきます。前の部分。He doesn't have homework.、ね、He doesn't have homework. 彼は宿題がありません。これが前の部分ですね。彼は宿題がありませんと。後ろの部分は to do today ですから、今日すべき、今日しなくてはならないという、ね、こういう意味ですね。今日すべきと。ね、彼は宿題がありません。今日すべき、今日しなくてはいけないと。意味を取る場合はこのままです。ただ、日本語に訳しましょうの場合は、これを日本語の語順に変えます。彼は、今日しなくてはいけない。ね、まあ、すべきでもいいんですけどね、しなくてはいけない。宿題がありませんと。こうなります。よろしいでしょうかね。意味を取る場合は前から順番に理解していけばいい。ただし日本語に訳しましょうという場合はそれを日本語の語順に直して書き換えなくてはいけない、こういうことなんですね。よろしいでしょうか。今日は不定詞の形容詞用法の説明をしました。今日も最後まで見ていただきどうもありがとうございました。皆さんはどうぞこの動画を参考に教科書や問題集の問題に取り組んでみてください。ではまたお会いしましょう。さようなら。